共和国中中部の町及びそれを中心とした基礎自治体バルダルバー沿いに位置している。町の名前はスラブ神話の神ベレスに由来している。第二次世界大戦の後、町はユーゴスラビアの指導者、ヨシップブロズ地等にちなんでキトフベレスと解消された。しかし、マケドニア共和国がユーゴスラビアからの独立を果たした後、キトフは使命から外された。 ベレスの自動車のナンバープレートには、キトフベレスを意味する TB が書かれていたが、2000年に VE に改められた。ベレスにおける人の居住は1000年以上にわたる。古代には、街はギリシャ語でビラゾラと呼ばれ、パイオニア王国がこの地方を支配していた頃には、ドラキア人の一派が居住していたほか、イルリア人が居住していた可能性もある。バルカン戦争以前のオスマン帝国支配下では、 ベレスは、キョプリルと呼ばれ、コソボ州のユスキブ県に属する町であった。文学と文化、歴史、伝統の町であり、多くの文化的遺産や古い聖堂が残されている。ユーゴスラビア時代は、工業の中心地帯として栄えており、多くの国有企業の工場が稼働していたが、ユーゴスラビア解体後は徐々に衰退。マケドニアの情報技術産業の中心地でもあるが、 失業率の高まりとともに、アフィリエート、ニュース転載サイト運営、医療情報まとめサイト運営などに手を染める若者が急増。2016年にガーディアンやバズフィードの調査で、ベレスから多数のフェイクニュースが発信されていることが判明し、フェイクニュース工場の異名を取る。2002年の国勢調査によると、ベレス基礎自治体の人口は55,340人で、ある。 1994年の調査では56,571人であった。民族別の内訳は以下の通り。ありがとうございます。